海島探索情報。魚介島わっわっわっ魚介島わっわっわっ桜シリーズがもう一つ来そうやん。喋っとっても音楽流しとったら何言ってんのか分からへんなあ。何言ってるか分からへんから大丈夫ですってめちゃくちゃ言うとるわ。すいません。精米機と思い出して、うち精米機小さいやつ買うたわ。便利な。でも5号までしかできんから、もうしょっちゅうやらなかったらめんどくさい。かといって一発で10キロとかやってしまうと米が乾燥するから味落ちまんねん。こんな米の味とかみんな気にして食ってんやろな。しんどいわ。こんなしんどかったっけ。草がなってんのかな、知らん。どこまっすぐ行って、どこや、太陽圏とこ出てきてしまいかな。関月あられの辺とか何散策した方がええんかな。古屋とか、なんかあの辺ポイント回ってこの辺に行ったの去年やけど、やったし、あれ男子やったから覚えてるか。風強いから、170ワットかな。その自転車って多分30キロ出てんちゃう。ボコボコ行って、これ24キロしか出てない。ボコボコ行ってじゃん。いつも何キロで走ったって時間じゃん。あれもな、多分動画撮るためだけにな、一瞬だけ速いだけ。ほんまにあんな時間長いこと走れたらやばいやん。普通のやつ乗っても走れそうな気になるけど多分無理やね。なんかこんな建物あったかも。オーディオホーム。グレーチング落ちとって何気にやばそうやったけど。こんなんあったっけ。こんなんなかったやろ、昔30年前。30年前でいつの話しとんの。
あの湯売り屋のなんか厚風呂ってまだあのままなんかな。前行った時はなんかそんな感じです。向かここも向かい島ルール適用場所やねんな。なんかこう先行者優先みたいな、よう分からんけど、空気流れ読んで通らんとあかんねん。おー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 、先行者優先。自転車やったらこれもやな。これ今止まっとったよ。先行者優先やねん。誰が決めたわけでもないけど、ここだけやから、よそのナンバーの人入ってきたら突っ込んでくんね。止まってるやろ。自転車は止まってくれるか知らんけど、もう止まっとな、待っとかなあかんねん。待っとかな、おい自転車どうもないわって突っ込んでいけるか。どっちやったっけ、こっちで何やったっけ。ごっついやつ乗っとったな。外人さんかな、知らんけど。なんか交差点ね、なんか交差点、向かいでも外人多いやん。どうなってる。怖いな、おちゃん。余裕持って運転したな。こっちから来たら踏切渡らんでいいから楽やねんけど、車突っ込んでくるね、自転車やったら。どっちが予選か知らんけど、はーいっていつもやらない、誰かのパクリや。はーいってちいちトンネルで叫んでんなよってやつな。一応本通り出るわ、裏の方がええけど。本通りの方が一般人って走るじゃろ。まあ、自転車やから裏通るっていうのは。どうっちゃう、なんか道できてんな。ここが一番昔の向島らしい感じが残ってますって感じ。あ、足折ってた。線香臭い、おばあちゃん臭い。ここ一方通行ちゃうの、一方通行にしてほしいね。自転車さえ抜くの大変やない。あの辺に一回駐車場借りたことある。なんか鉄工所みたいになって粉だらけになってすぐ解約した。おっくこの猫よ、にゃー。ちいち猫に喋りかけてんだよ。夜の顔楽しいなって。ここ何やったのか覚えてんの。ここ行くできるんだよ。何にチャラさんありました。チャッチャッチャッチャー。右から脱いだら左側通行じゃボケってまた言われそうや。そんなん気にせえ。関越町南ですね。